シュラマル。今度北海道行くんだってね。北海道っていいよね。私行ったことないんだよね。すごく楽しそうでいいな。こんばんは、リノさん。そうなんです、北海道の旅行に行きます。北海道って楽しそう。私小さい頃に一度しか行ったことなくて、大人になってから行ったことないんだよね。そうなんですか。それより他のママ友にも行っていないのに、どうして旅行に行くことを知ってるんですか？そんなの簡単じゃん。他のママ友に話してないっていうことは、家族からバレたってことでしょ？なるほど。私の子供ですか？ブッブー。あなたの旦那さん。旦那？旦那はそんなこと言わないと思うんですけど。ちょっと胸元が開いた服で近づいてダッチューのしたら教えてくれた。ダッチューの？何？いえ、なんでもないです。色仕掛けしたら旦那さんが教えてくれたの。きっと私に気があるわ。ないと思います。負け惜しみはやめときなさい。悲しくなるわよ、後で。旦那はリノさんみたいな胸元が開いた服を着るような派手な女性は好きではないので。趣味なんていくらでも変わるもの。なんなら趣味を超えるのが愛なの。すごい妄想ですね。とりあえず旦那が言ったっていうのは信じますけど、北海道の旅行に行くことを知ってどうするつもりですか？私もぜひ一緒に行きたいと思って。はい？だって今回あなたは別荘に泊まるんでしょ？別荘に泊まるっていうことはお金がかからないんだよね。まあ、両親が持っている別荘に行くので宿泊費はかかりませんね。でも私たち家族だけで行くので、他の人を連れて行くのは無理です。どうして？私の両親が嫌がるので。どういうこと？別荘を家族が使うのはいいんですけど、友達とか人に貸すのはすごく嫌うんです。それにそんなに広いわけではないので、リノさん家族が来たらすごく窮屈になると思います。窮屈になるならあなたたちが出かければいいだけの話でしょ。なんで私たち家族が出かけないといけないんですか？さっきから言ってることめちゃくちゃです。もうわからずや。とりあえず一緒に行くのは決定事項だから、私を置いていったらどんなことになるかわかるでしょ。わかりません。わかりたくもありません。可愛くない人。とりあえず絶対一緒に行くからね。絶対に行きませんからね。私の名前はミチ。今 LINE をしているのはママ友のリノさん。私たち家族は今度北海道に旅行に行く予定です。その際泊まるのは私の両親の別荘。それを聞きつけたリノさんは私たち家族に便乗してついてこようとしているようです。彼女とは特別仲がいいというわけでもなく、その上何度かお支払いをすっぽかしたりとお金にルーズなところがあるので、一緒に旅行に行くなんて絶対にごめんです。たとえ仲が良かったとしても、私の両親は家族以外が泊まるのを嫌うため別荘に連れて行くことができません。ですが彼女はとてもしつこい性格で、今回も諦めてくれるのか正直不安です。宿泊費を安くしたいってことですよね。私の両親が旅館をやってるんですけど、そこ結構お手軽な値段なので、そこに泊まれるように話をしておきましょうか。安いってただなの？無料なわけないでしょ。そんな旅館があったらびっくりしますよ。なら嫌。だってミチさんは無料なのに、なんで私がお金を払わないといけないわけ？何当たり前のこと言ってるんですか？前から思ってましたけど、お金にルーズすぎます。私がルーズ？何バカなこと言ってるの？こないだもランチ食べた時にお金払わなかったでしょ？財布を持ってきてないってどういうことですか？私ってほら若いでしょ？だからキャッシュレス決済しか使ってないの。まさかあの店がペイペイ使えないなんて思わないじゃない。普通出かけるときは財布も持ってくるでしょ？しかも私と同い年でしょ？私の方が半年も遅く生まれてるの。だから私は若いの。そうですか。頭が痛くなってきたのでもう寝ます。旅行までにはちゃんと直しておきなさい。おやすみなさい。旅行は来週でしょ？そろそろ一緒に段取り決めましょう。何時にどこ集合とか決めておかないと当日大変になるから。え？あ？
旅行なら今日ですよ。はあ？だから北海道旅行は今日ですし、もう私たち向かってる最中ですし。はあ？旅行が今日ってどういうこと？どういうことと言われても、もともと旅行は今日行く予定だったんです。もしかして旦那に嘘の日にちを教えられたんですか？うっそ。今旦那に確認したら、あまりにもリノさんがうるさかったから適当な日付を言ったそうです。見たくもない胸元をチラチラ見せながら臭い香水で近づいてきて耐えきれなかったって。それで旅行に行くことは話してしまったけど、絶対についてきてほしくないから別の日付を教えたそうです。あの男、嘘つき男が旦那なんて大変ね。ありえないわ。私たち家族を守ってくれるいい旦那ですね。これに懲りたら余計なことはしないでください。余計なことって何よ。私は絶対諦めないからね。今に見てなさい。キー、私を舐め腐ったことを後悔すればいいわ。私は今北海道に来てます。あとは別荘に向かうだけ。は？本当に来たんですか？急いで準備までして。とりあえず別荘どこ？私も向かうから早く教えて。絶対に教えません。寒いから早く。荷物も重いし、とりあえず置いてゆっくりしたい。絶対に教えません。早く自分たちで宿を探さないと、この寒い中野宿することになりますよ。私は別荘に行くから。そんなことにはならない。無理です。ねえ早く、本当にすごく寒いの。慌ててきたせいであんまり厚着してきてないし、早く場所を送りなさい。だから自分で宿を探してくださいって。家族旅行の邪魔をしないでください。ママ友が投資してもいいわけ？あなたのせいでそんなことになっても本当にいいの？これは私のせいではありません。全部自業自得ですよね。いい加減にしないと本当に怒りますよ。いいから早くしなさい。私手先の感覚もうないんだから。そりゃ11月の北海道ですから寒いに決まってます。早く宿取らないと本当に泊まるところなくなりますよ。別荘に行くもん、泊まるもん、お金出さないもん。もんもうるさい。早く自分でどうにかしてください。もう LINE しばらく見ないですから。やっと見つけた。あなたの SNS から見つけたわ。甘かったわね。私の SNS？ あなたがその別荘のご近所の人らしき人にコメント返信してるの見たの。だからその人にはぐれたって言って教えてもらったの。今向かってます。こっちに来てもきっと後悔すると思いますよ。なんで？もし来たら警察を呼ぶからです。警察？はい、これ以上迷惑かけられるのは嫌なので、もし別荘に来たら警察呼びます。ちょっと待って、同じママ友にそんなことするの？はい、なんならもうママ友とも思ってません。ひどい。お願いだから止めて。お願いよ。泊まる場所がないなら警察に保護してもらったらいかがですか？いやよ、ほら着いたから。きっと実際に来たらかわいそうだって止めてくれるんでしょ？今警察に連絡しました。え、本当に？はい、こちらからもリノさんが確認できたので連絡しました。そこはもう親の土地なので不法侵入ですよ。だいたい入れないように囲われているのにどうやって入ったんですか？それは塀を登って。それにお隣にいるのはどちら様ですか？旦那さんやお子さんじゃなく男性と一緒にいますよね。もしかして不倫ですか？違う、兄よ。へえ、そうなんだ。まあ私には関係ないので。そうよ、この人が誰でも関係ないでしょ。はい、関係ありません。なので関係ある人に知らせておきました。まさかリノさんのご主人さんです。嘘でしょ？嘘よね。今勝手に別荘に来ていることも隣にいる男性のことも全部話しました。安心してください、ちゃんと写真付きで送ってますから。まずいわ。お兄さんだったら問題ないですよ。兄だから問題あるのよ。はい？実は私の兄、暴力事件とかよく起こしてるような人でね、
家族とも縁は切られたんだけど、私だけは出所した後も会ってるの。でも危ないから絶対に会っちゃダメって家族や旦那から言われてて。なるほど。だから兄と一緒にいることがバレたら私怒られちゃう。大事な部分隠してますよね。え？今旦那さんから連絡が来たんですけど、慌てた様子で電話が来て、その横にいるのはリノさんの兄で気性が荒いから何をするかわからない、すぐに警察に連絡してくれって。それに昔二人でつつもたせとかしてたんですって。いやその何の話。二人でいるとまた悪さするから絶対に会うなと言われて、両親と旦那さんと約束したって。テヘペロ。旦那さんは前回特別に許したみたいですけど、また会ってたなら離婚だって言ってました。へえ、そんな、全部ドッキリでしたとかにならないかな。無理でしょ。あ、警察来た。ええー、それではさようなら。もう嫌。リノさんとお兄さんはそのまま警察に連れて行かれました。彼女らはここに来るまでに他にも窃盗や恐喝などをしていたらしく、次から次へと罪が明るみになりました。私たち家族は彼女たちのことは忘れて楽しい時間を満喫して帰ると、リノさん夫婦は離婚することになったことを知りました。二人の間にいたお子さんは旦那さんが引き取り、慰謝料をリノさんが払うことになるそうです。リノさんとお兄さんは家族から縁を切られることになり、今は二人仲良く塀の向こうで暮らしています。まさかこんな身近に犯罪者がいたなんて。大した事件になる前に分かってほっとしています。皆さんもこんなママ友にはご注意を。最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録・高評価をお願いします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。